一回テストでカンニングしちゃったの。俺がね、テストで、俺勉強できたから、俺のテストの答案を千葉未来高校に行ったちょっと頭の悪いやつに見せてたの。で、それでいい気になってたの。悪いことしていい気になってたのよ。で、俺、まあ、でも共犯じゃん。しかも裏切られて、俺売られたのよ、それで。加藤がやったっつって売られて、俺は売らなかったけどね、誰一人。俺売られたんだよ。あいつがやってるっつって。俺売られたんだよ、ちなみに、マジで。でも俺は、いや、ごめんなさい。申し訳ありませんでした。私がやりました。で、それはやっぱお父さんに言うわけよ。お父さんに話が行くわけよ。お父さん PTA の会長やってたから。もう大問題よ。PTA の会長の息子が、ね、カンニングしましたって。もう大問題じゃん。見せた、俺見せたのに。順位つかないわけよ。だからまあ200人とか300人ぐらい中学校いたんだけど、なんか200人中の何々って、なんか順位出るでしょ。それが空白だったの。で、お前どういうことだと。お前何したんだと。いや、実はカンニングしましたと。俺言ったよな。お前が4歳の時、万引きをした時、俺はお前を、お前に、教育したよなと。人から、物を盗むなと。他のどんなことがあったとしても、それだけはやっちゃいけねえ。人から物を盗むのは、本当にやっちゃいけねえ。なんかね、お父さんの嫌いな、ツボなんだって。まあ、タバコも吸ってたし、なんならうちの親父俺からもらいタバコしたからね。中学校の俺が、高校の時の俺から、じゃあ悪いよーって丸め一本くれよーって、おいよお父さんって、吸いねーって。親父からお小遣いもらってタバコ買ってきてお父さんに恵んでたんだよ。それぐらいまあ、なんかちょっと抜けてる親父なんだけど、その万引きだけはマジですんなって言われてたの。俺はそれ以来絶対万引きはしなかったんだけど、その中学校の、その、カンニングっていうのは万引きと一緒だろお前。人から物盗んだのと一緒なんだよつって、俺24時間説教されたんだよ。地雷わかんねえだろ。俺24時間ガチで、ビップマリオだよ、本当に。ずーっとエンドレスで、お父さん仕事してなかったから、その時。暇なきゃ。子供叱るぐらいしか仕事。あいつ、なんで俺、よりによってあんなやつ怒られてたの？おかしいだろ、そんなの。俺はよ、明日も仕事がねえから。とことん付き合えるからつって。PTA の会長か、俺のこと怒るぐらい仕事なかったから、お母さんが一生懸命やってたからね。で、ずーっと怒られてて。いかに、もう本当に殴る蹴るだよ。ふざけんなと。お前、俺の立場とか、お母さんの立場とか、関係ねえんだと。やった行為そのものが本当に人として良くない。絶対にしてはいけないことだって、ずーっと24時間。怒られてたっけよ。でさ、お父さんが付き添いで、中学校のさ、先生にさ、謝りに行ったんだよ、本当に。うわ、今でも覚えてるわ。いや、うち、もう全員に向かってね。うちの息子が、この度は、本当にご迷惑をおかけしました。申し訳ありませんでしたって。まず職員室全部謝るじゃん。んで、今度はさ、クラスを回ってね。めっちゃ恥ずかしいでしょ。お父さんと俺で、生徒全員に、いや、うちの息子は、この度は皆さんにご迷惑をおかけして、本当に申し訳ありませんでした。すいませんでしたって。謝りに行ったんだよ、俺。いや、新ネタじゃなくて、俺言ってるから、昔から。いや、でも、いや、今思えば、お父さんに感謝してる、すっごい。やっぱり、愛がなきゃ、だってさ、一番恥ずかしいのはお父さんだよ。俺じゃねえやん。そうでしょ。息子がさ、自分が絶対やるなって言ってた行為をしてしまって、謝りに行って、息子の友達に、息子と一緒に頭を下げるっていうのは、俺じゃできないことだから。いや、でもすごい、愛がなきゃできない。ことだよ。大人になってから分かるけど、そこには愛しかないじゃん。愛しかないじゃん。本当に。いや、なんかすごいいいパパを思ったなって。俺だから お父さん好きなんだけど、すげえバッコバコに縛かれたし、もう理不尽なことでもね、ボッコボコにされたこともあるんだけど、やっぱ全部そこには愛があるんだよね。だから、別に今の年になっても、お父さんあんま仕事なかったんだよ。だけど、やっぱ、俺の中で、一家の大黒柱はやっぱ、ね、パパだ、お父さんだしね。お母さんがいくら稼ぎ良くても、最終的にやっぱ、最終許可を出すのは、配信やっていいよって許可出したのは、うちのね、もうおじいちゃんになっちゃいましたけど、お父さんなんですよね。で、そういう父親になりたいじゃん。で、仕事があるとかないとかって多分さ、わかんないし、自分だってね、もしかしたら会社クビになってさ、
ね、恥ずかしい姿を見せるかもしんねえけどさ、そういうところでさ、なんか、ね、グッとしてるのっていうのはやっぱすごいかっこいいよね。ああいう父親になりたいな。自分も。ああいう父親になりたいね。みんなもだからね、俺無職だけど、そう、だから別に、まあ無職は良くないと思うんだけど、俺はね、個人的には無職すごい良くないなって。よく配信の許可出たら多分あの人ね、配信っていう概念がわかんないみたいで。うちの父さんね、はっきり言うけど、こんなこと言いたくないよ。IQ が低いのね。多分 IQ78 ぐらいしかないと思うんだけど。IQ が低いから、わかんないのね。配信とかを。中身を見られたら多分否定されるんだろうけど、わかんないの。本当に。でも、すごいね、やっぱ世界で一番の俺の中ではね、父親なんだよね。そうやってやっぱ息子に思わせるっていうのはさ、多分、よっぽど愛があったんじゃないかなって個人的には、思いますね。80以下軽度知的障害者、一応その言葉は避けたけど、俺はそう思ってるよ。だけど、ね、別にそれ仕方ないじゃん。お父、でも、そんな中、俺を頑張って育ててくれたんじゃん。そんな中な。頭に針刺さってんの。でも、その、教育って多分そういうもんなんじゃないのかなって。俺は、漠然とね、子供いないから分かんないけどさ。俺はだから、一歩踏み込まなかったしね、絶対。薬物とかはやらなかったし、暴力とかも本当にしないのね。で、会社はやっぱ辞めれないし、全部、親父の、やっぱあれがあるわけよ。でも正しいじゃん。多分俺会社辞めてたらもっと本当にクズな人間になってたし、結局それで、いやでも親父になんか怒られんの嫌だなっていう、すげえ稚拙な感じだよな。俺23にもなってお父さんに怒られるのが嫌で仕事辞めなかったのね。でもそれすげえ感謝してんの。あの時歯食いしばって言ったのは、今の配信にでも生きてんのね。バリナイで叩かれたけど頑張るか、みたいなね。そういうのって、やっぱ、幼少の頃のお父さんの教育なわけよ。で、コメル更新する？いやでも、え、みんなの中にもあるでしょ？で、みんなの中にもない？そういうの。俺だけ？俺だけなのかな？あるよね。ちょっとない？そういう影響って。ちょっとない？で、そういう父親になりたいなと思うね。そういう父親になりたいなと思いますね。まあね、その、家庭も持ってない奴が偉そうにって言われちゃうけど、単純にさ、もしね、こんな私なんかと、結婚してくださる、ね、方がいらっしゃいましたら、もしね、子供も作るんでしょうから。まあ、そういった時にはね、確かになんかもうちょっと、まあ、おかしいな、おかしい人だし、多分ね、頭悪いなって思われるんでしょう。だけどやっぱり、ね、その、自分にとってそこは絶対ダメだっていうのはやっぱ、伝えていかないといけないですよね。くどくな。それだけはマジ言われてたからね。もう黙って俺の言うこと一回聞いとけっていう。お前が大人になるまで俺を信じろと。やっぱ、お父さんなわけだから。すごいだからね。今思えばほんと感謝してるね。どこかで臆病に育ったからね。お父さんに殴られるっていう。俺ほんとにそうなんだよ。ほんと仕事2週間行けなくなっちゃって、心が折れちゃってね、病んじゃって、2週間行けなかったんだよ。なんなら、後半1週間無断欠勤したのね、俺。行けないってなって、もう、家から出れないってなって。だけど、お父さんに怒られるのが怖くて、1週間後行ったんだよ、俺。ほんとにすいませんでした って。あの時、行ってよかったなって。思うから、皆さんもね、騙されたと思って、うちのお父さんを信じてくんない？多分ね、いいことあるから。いいことね。あ、もうちょっとね。俺のね、ガチャガチャ言っても、あれでしょうから。まあ、こういう声らでね、時間も、いい時間なんでね。いや、ループしても、いい話だから、これは。いい話だから。いい話を何回でも聞かせなきゃダメでしょ。いい話は何回も聞かせなきゃいけないでしょ。